そういう気がしてあります。はい、少々お待ちください。すいません。1438。この子とチンチンは食べないんだけど、簡単にさ、すごいんだよ。フレットフレットはおつまみチムシを食べない。フレットは3時ぐらい。おつまみチムシは22から28ぐらいで、さすがにちょっと減ったんだ。あ、そうですね。ね。で、おつまみチムシはどれぐらい食べた？あ、これ途中で揚げてるのでどれくらいだろう。もうちょっと食べてる。プラス5ぐらい。じゃあ8足す5で13g ね。クリンチが、こっちがこれです。はい。大体さ、200はいかない。150いったら、あ、200いくときもあるんだ。はい。140から200。お水がこれですね。丸いって、こっちにしとこうと。結構水飲みますね。けど、あの、こう、溜めた水をペロペロ舐めて飲むので、結構こぼれちゃう時間もあります。ああ、塩味はもうちょっと少ないかもしれない。うん、はい。まあ、どちらにしてもね。まあ、口内炎があるから、よだれは、ね、多いと思うんですけど、素晴らしいですよ。チムどうしても、まあ、申し訳ないけど、この子不正攻防があるじゃないですか。チムシー食べると不正攻防になっちゃうんですよね。でなっちゃうとね、なかなか長生きできないんですよ。ごめん、高島くん、ミニコーンちょっともらって。はい、ごめん、ね、もうちょっと見してくれる？おいでて。ちょっと見してくれる？嫌なの。あ、そっか、でも前歯はなんとか噛み合ってんだね。前歯はなんとか噛み合ってでもちょっと言われてる、ね、でも、奥歯がね、なんかうまいんだけど、まだまだくっついてるな。まあ、くっついてるのはもう組織反応を聞かないからそのままつけといた方がいいです。全然気にしてないので、取れちゃったら今するんですけど、こう入ってるじゃないですか、はい、そうするとこの皮膚のこれが穴がくっついちゃって取れちゃうこともあるんですけど、それも取れずによく収まってますよね。これそれから組織反応って言ってね、そこを反応してさ、炎症起こしたりするんだけど、そういうのもなさそうだしさ、あいつ爪切りとか、そういうのした方がいいんですよね。はい、爪、結構ね、伸びてます。はい、ちょっと座って、この椅子持ってきて。